あるなし問題。共通事項を考えるノーテレが全部で5問です。では始めましょう。第1問、ある方に共通することは何？正解は、ある方は真ん中がイでした。上のようにひらがなに変換すると、ある方は真ん中の文字がイです。第2問、ある方に共通することは何でしょう。正解は、ある方はひらがなにすると動詞にもなるでした。上のようにひらがなに変換すると、動詞の例として上から裁く、知る、帰る、聞く、通うとなります。第3問。ある方に共通することは何でしょう。正解は、ある方は前に曜日を表す語をつけられるでした。上から順に月から金をつけると、食は月食、花は火花、道は水道、目は木目、歯は金歯となります。第4問。ある
UFO に共通することは何？正解は、ある方は舌に皿をつけられるでした。ある方は上のように舌に皿をつけると別の漢字になれます。第5問、ある方に共通することは何でしょう。正解は、ある方は2文字目がガでした。上のようにひらがなに変換すると、ある方は2文字目がガです。Thank you.